これが、ファルシ。セラはクリスタルになった。あんたが命令した使命を果たしたんだ。だからもういいだろ。セラを元に戻してくれ。 頼む。セラを助けてくれ。代わりに俺がルシーになってもいい。バカ野郎が。ファルシが人の願いなんか聞くか。姉さん。こいつのせいでパージが起きて、人間同士殺し合いだ。 がファルシに勝てると思うか。セラを私に言い残した。どっち付き合うぜ。素人が邪魔じゃなければな。こいつの始末は俺の務めだ。悪いな。
見えなくて怖いから、未来が見えてしまって悲しいから、目を閉じて優しい思い出に浸ってしまう。場所で待ってるってさ。お、悪いね、お客さん。で、探してるのってどんな子？願い事は？明日、お姉ちゃんに全部言えますようにって。怒るよね、ずっと隠してたから。セラの分まで俺が叱られるよな。あ、もっとでかい願いにしろよ。願いを叶える伝説の花火なんだぞ。伝説か。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。その使命がわからねえのにどうしろってんだろうな。突き止めて何とかしよう。セラを化け物なんかにさせねえよ。使命を果たしてもクリスタルだよ。昨日プレゼント買った時、ついでにな。こういうの詳しくないから、気に入るといいけど。何があっても俺がついてる。永遠についてる。だから、その俺と結婚してください。はい。よっしゃ、やったの通りだ。願いが叶った。え、さっき花火に願ったんだよ。 OK もらえますようにって。じゃあ私の願いも叶うかな。ん、お姉ちゃんに話せるよね、ルシになったこと。おい、翻訳発表の方が大事だろ。ライトニング、どんな顔するだろうな。
俺からは姉さんか。ありがとう。